8月7日土曜日16時45分から実践発表、17時45分から中級ステージ1にて体験を行ってもらいます。内容は共有ノートを使った内容になっております。実践発表では算数、体育にてどのように共有ノートを使ったのかお話ししようと思っています。共有ノートでできることや設定方法、子供への導入方法を詳しくお話していきたいと思っています。共有ノートでしかできないことではなく、これまでの良い実践から共有ノートを使うことでもっとより良くなりますよっていうお話をできたらなと思っています。再度、16時45分から実践発表、17時45分から中級ステージ1、ぜひ来てください。よろしくお願いします。